黒川氏たちが出てくる可能性というのはあります？いや、でも僕はそのまま実刑食らうと思ってますけどね、黒川は。だからこの体制見たら分かる通り、こんなにやっててね、さすがに反省もしてないでしょうから、だから基礎後交流があって、でそのまま有罪確定してっていうことになるんじゃないですかね。そのまま刑務所行けって感じですけど、それに思いますけどね。いわゆる情状酌量がないじゃないですか、もう反省してないわけだから。でそうすると彼らが保釈が認められるかっていうと、結構それもきついんじゃないですかね。まあ普通だったら認めるじゃないですか、やりました、ちょっと酔っ払って殴っちゃいましたとか、ちょっと突き飛ばしましたごめんなさいって言っても30万ですよ。これまでの構成法っていうのは酔っ払ってましたって。 でもマイクポーンって、僕も被害者になったことが何回もあるんで、僕最初に被害やった2013年の難波の駅前で僕のマイクトーンと払っただけで30万ぐらい逮捕されて30万いかれましたよ。酔っ払いですよ本当に。それぐらい候補者って守られてるので、今回は故意かすれた故意ですし、件数が多いですよね、被害者が多いですよね。反省してないわけですよね、またやるって言ったわけですよね。それは刑務所入れるって話になりますよね。こんなのどう考えてもそうですよね。でその前に余罪があるわけですよね、名誉毀損という。これで実刑行かなきゃどんなやつが実刑行くのっていう。だってあの男子ですら謝ったわけですから、だから社会で更生できるってなったわけですよね。あの男子ですらどんなに拘留されましたってことですよね。1回目のいわゆる初公判までは保釈金払っても払うっていうのは認められなかったわけで、それはさすがに黒川が出てきたら、今これだけ支援者がいればどう考えても証拠隠滅の恐れありってなるんじゃないですか。だから権利は何でも言いますけど、その公職選挙だけじゃないんで、だからそこはかなりやばいと思います。やばいっていうか、僕は実刑食らうまで出てこないから、もう黒川君に今度普通にシャバで会うのは2年後3年後かなっていうふうに思ってますけどね。まあさすがに妊娠とかで妊婦でそこで出てきてっていうのはあるかもしれない。いわゆるホリエモンみたいなパターンですよね。ああいう感じではあるでしょうけど、まあ1回あるでしょうけど、最終的には実刑食らうんじゃないですかね。いやだって公正法違反かどうかで争いに今なってて逮捕されなかったわけですよね。でも公正法違反って言い出したら、やってる件数がもうめちゃくちゃでかいんで4年では効かんでしょって話ですよね。4年では効かないっていうレベルで公職選挙法違反をやり続けたわけですから、そうするといくら有形力、まあ根本君は一応有形力の行使も証拠残ってますから、あの辺が正当防衛とかになるのか否かによっても違うでしょうしね。僕は結構機動隊が出動しているところからしても、警察としたら結構重いところを行くんだろうなっていうふうに思ってますけどね。それがいいかどうかは別ですよ、これはあくまで僕の予想であり希望でもありますけどね。ただ出てきてから本当にあいつらがちゃんと反省をしてやれば、すごく将来的にいい集団になるとは思いますけど、ね、反省しない以上はちゃんと強制施設に入れるべきです。これ刑務所ってそういうところなんで、皆さん刑務所っていうのは強制施設だからね。反省してる人を初犯でそこに刑務所に入れることはあんま必要ないけども、反省してない人を野に放ってたら反省してないわけだからまたやっちゃうんですよね。そういう意味では情状酌量の余地はないわけですから、ちゃんと懲役いわゆる起訴猶予処分とか特に執行猶予なんかつける必要性はないと思いますよ。多分多くの国民はそれ願ってるんでね。残念ながら法律よりも民意の方が強いですからね。強いって言う残念ながらって言ってるから、もう そんなもん民主主義国家ってそういうもんですから、何とも言いますが、去年の4月僕は同じことされてても捕まってもないんですよ。でもみんなにやったら、権力者にやったら、俺以上の権力者にやったらこうなるっていうことを、だから去年捕まえときはこんなことしなかっただろうし、去年あのことしてなければ僕にやってもいいんだとあいつら思っちゃったわけですよ。で警告発しても捕まらないから、早く捕まえてあげればここまで犯罪することもなかったのに、捕まえるのが遅かったからもうちょっとどうしようもできない、いわゆる人権避けれない状況になったと見えますけどね。もうだってあれがね、名誉、僕はマイクで喋るぶつける行為自体は公職選挙違反じゃないという僕はその持論ですけど、もう意図的にぶつけに行ってるんであれば LINE でね、
明らかに乙武さんの妨害しようとかっていう意図があれば、マイクで喋ってるのもアウトになりますから、そうするとあのいろんな一つ一つがこう積み上がっていって、最大6年持っていかれるんじゃないですかね。いくら初犯であり反初犯であっても反省しなければね。他あります？どうぞ。はい、今の最後の方でちょっと質問ができたんですけど、はい、あの立花投手がおっしゃってたように、黒川自身が取り調べであの過失の面を主張したとしても、今立花投手がおっしゃってたように LINE の証拠とか確実に客観的に見て確認取れると、その過失と認められて故意でやったっていうのがもう確実に認定されるような流れになるっていう、うん、まあそもそも彼は故意を否定しないんじゃない、否認しないんじゃないの。たまたま演説場所がぶつかったということについてって言い方じゃなくて、わざとそこに持ってきました、でもそこで演説する権利は我々にあるんだから違法じゃないですよねって主張をしてきてるわけですから、それではそれで戦うんじゃないですか。だから故意にぶつけました、その演説をぶつけましたと、でもその故意にぶつけたことがやっぱり相手の妨害をするためにやる気もない演説をしたっていうふうに認定される可能性って結構高いので、ただその拡声器を使ったものも公職選挙違反って認定されると、もう何個はね何十件やったんちゃうってなっちゃうわけですよね。あ、確かに、まあ、おっしゃったら本当にそうだなと思ったのが、最初根本さんが候補であの主張してる時はなんかあんまり真剣じゃなかったんですけど、最後ちょっとやばくなってから本当に真剣にやってた応援を私の友人が複数名確認してたんで、本当になんか違いがあったんで、そこの際がちょっと本当にあるなっていうのが客観的に聞いてもあったので、うん、まあ、とにかく彼らは故意過失に関しては故意であることは多分争わないんじゃないですか。はい、あ、はい、まあ、争わない、彼に争ったところでそんなのは、まあ、証拠がある、はい、証拠があるから、もう大体犯罪者って証拠がないと嘘つくんで、それで多分証拠固めたと思いますよ、はい、後からね、はい、そういう気持ちがたまたまでしたって平気で嘘つくんで、もうじゃあ平気で嘘つくんで、あいつらねいや、ある意味尊敬するけどね、あのその大事なことを、その結構前 の立花投手の借用書は本当にひどいなと思って、高橋のせいにしたりとか自分で発言しといて、俺が立花が平気で嘘つくって言うけど、じゃあ具体的に何嘘ついてんねんって言ったら何も言わないんでね、はい、俺何嘘ついてんのって聞いたら、いやいやみたいな、まあまあ、ありがとうございます。そういう人たちですよね。でも楽しいですね、あいつらが捕まっていや、それはそうだと思いますよ。僕はそこまで個人的に恨みをあるっていうのはないんですけど、まあ、人そんな、まあ、アホやなとか思わないんですけど、まあ、多くの人がめっちゃ喜んでるんですよね。僕の周りの人がもうお祝いのラインめっちゃ来てますよ黒川逮捕おめでとうみたいな、おめでとう田島さんのおかげですとかめっちゃ来てるんで、世の中の人はよっぽど嫌いなんやなと。でもそれはしょうがないね、あいつやっぱ嘘ついてきてるからさ、せめてやっぱりね、僕はあいつらの行動はやっぱり評価できるけど、あの嘘に関してはね、そこは正直になってよって思いますけど。すいません、ちょっとうろ覚えで申し訳ないんですけども、はい、立花さんが、はい、あの武蔵小金井かなんかの NHK の寮の前で、はい、凱旋するから取りに来てくれとか言って言った時、その時なんか立花さん、あと逮捕されたんでしたっけ、何か。僕は今まで一度も逮捕されたことがないっていうのが僕の自慢なんですけど、あの NHK の会長の自宅前で選挙運動をしたりとか、まあ、要は最終的に僕が逮捕の要件になったのは、渋谷の放送センター前で選挙運動をした、それが会長出てこいと、でお前らあの暴力団使ってあの高齢者おばあちゃんからお金と騙し取ってるじゃないかと、それに対して集金人から預かっている個人情報、まあ、見せてもらったやつをそれをばらまくぞって言ったことが威力業務妨害と、まあ、不当競争防止法違反っていうことだったんで、まあ、その時はもちろん逮捕はされてない、もちろん逮捕されてないですし、なんて言うんでしょうね、あの彼らに対してその被害者が出てるんで国会議員として行ったわけですよ、当時まだ現職でしたから。でも会長はその面談に応じないっていうことについて、それがまあ名誉毀損に当たってないですよ。お前ら犯罪者と反社使って金騙し取ってるやろに関してはなくて、それがだから威力業務妨害、偽計でもないですよ、威力なんですよ。その時の会長って何ですか。当時は上田さんですね。ああ、はい、で上田さんが多分僕がそれをやったことでもう2期目いかなかったんだと思ったら、もう本当に危ないなと思ったんでしょうね。で上田さんが辞めて
前田さんに変わったんですね。で前田さんに変わったことは僕はそれ証拠にもなく前田さんの家まで来ましたから、こういうところまで僕が来るんで、前田さんはいやいやこんな夜中に来られても嫁が怖がってるみたいなこと言ってきたから、何言ってんねんお前まだ8時半やないかと、お前ら11時まで行ってんねんずっと、それは知りませんでしたってなって、それで集金業務をやめたんですよ。だから僕の場合自分で言うのもあれだけど、ちゃんと正義とか目的があって、困ってる人を助けるために自分が捕まってもいい覚悟で行ってるわけですよね。だから誰も周り部下も連れて行ってないわけですよ。黒川の場合は誰を助けてんねんって話になってくると、少なくとも助けてほしい人はいないですよね。ただ小池百合子さんに聞いてほしいとか立憲民主党に聞いてほしいっていう声に応えてるっていう、具体的な人に応えてるわけじゃないってです。初プロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、ウィンロジョーカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何がお得にさ、多分ワインの女性の方もっと1泊10円よ、お得なのもうこれぼりよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテックアース。